どうも、はじめきよしろです。今日はね、みんなに画面を見せないスタイルの TikTok に突っ込んでみた。なんで画面を見せないの？スマホっていうのは個人情報の塊なんですよ。だから見せないっていう言い訳でござんす、ビザンツ帝国。勝手に、待って。びっくりした。ヘッドホンに音が来てた。何、彼氏が家におってバレないと思ってたらキスされた。てりりゅーって。いつ彼氏が来るの？あ、そうか、妄想か。あー、パイスラッシュババアだ。ババアじゃねえか。いや、ここまで露骨になると気持ち、中指立てやがったな、こいつ。エリナってやつ、腹立つな。露骨なパイスラッシュで最後にも中指立ててきて、あ、これもう心が汚い人にしか見えない中指っていうね。いきますよ。これね、明るい未来にっていう拳じゃないぞ、心が汚い人にしか見えない中指を立ててます。なのでね、YouTube 運営、これをね、ダメだぞってだったら YouTube 運営の心は汚いっていうことね。このブランコあれかな、伝説のなんかうふふみたいな、あのブランコかなね。えで、マスクで顎隠すってね。で、それでもなんか顔がね、なんか美人だと思ったらハート。顔なかなか見せないってことはブスですね、これはね。なんとも言えねえな。中の上振り切ったブスをくれよ、普通に。あんな、なんかこっち向いてとか言ってすごいためにためてさ、これでブスだったらうしゃ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 って読み通りって言って俺のね顔も立つのに、中途半端な顔しやがって。いいんですけどね、まあモテそうな顔ですよ。はい、幸せはいつも続かないってやつをやってるやつはですね、横画面でやってます。やめてください、本当にね。縦でやるよ。で、後ろのやつは何なんだ、顔を出したくない人。このあとめちゃくちゃ肩つった。顔面凶器、あれ、この人なんか見たことあるな。あー、キラってことはあれか、頼人さんの動画に一回出てたかな。まあ、何とも言えない。いや、まあつまらないことはつまらないですけど、死んだろ。なんだ、飛び降りなんだ、飛び降り自殺かと思ったら普通にパラグライダーみたいな開いた。バリカンでヘアスタイル作る。これ本当は見たくないんですけど見ます、一応。あ、すごいピキーンって揃ってますね。そら美容師だからな。なんだ今の。続くのかなって思ったら続かなかった、全然。お、やばい顔の人が来ましたね。あー、いや、ブスの変顔きついな。やっぱすごい可愛い人が来ましたね。ないな、そんなに。そんな可愛くない。こうやって顎引いてるから、ちょ、俺が顎引いたら魔人だな、これは。なあ、ランプの魔人でござります。面白くない。最後綺麗は。は？なんかスライム、多分ね、スライムになんかこの iPhone のね、充電ケーブルのとかポンって言って、ポン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 とかいうやつでしょ。ね、最後綺麗って。もうお前の綺麗って感じでバグってんな。これみんな見てないからわかんないんだよっていう僕でも言いますけど。どうよ、この絵の下手さ。あと何番目の子が好き？
なんでそれを写そうと思う？なんで絵をさ、見てもらいたいのにフィルターをかけるんだよ。こうやってぐるぐる回すんだよ。なんで最終的には床を写してんだよ。じゃあピント合わせみたいな。床にピント合わせたって絵にピント合わないぞ。これもやばいっすね。胸部がね、抜きに出てる女性でございますか。なんだろうな、柔道部最弱みたいな。なんか、これはなんだろうな、綺麗でしょっていうね。なんだろう、どこの南米の人の顔なのかな。なんか最後こう上にこっちに目をやっておしまいって言って、鏡のやつでね。ちょっとよくわかんねえな。リア充はこんな目で見られてるっていう見てるやつらがね、そのね、まあ、結構ベーシック陰キャっていう感じでグッと、キャスティング最高の陰キャですよ。おかんが犬の散歩中にね、犬がうんこしたのでそれを袋に入れたら、後ろから来た男にうんこ袋をひったくられたらしいってね。逆ゴミ捨てみたいなことしてますね。逆にゴミ捨ての人をこうやってもらってって、あーってね、ゴミ俺片付けとくよみたいな優しい人。ごめん、音聞いてないからな、なんかよくわかんねえんだよね。さあやって名前使ってね、よく見たら歯ガッタガタじゃねえかやってて、そこコンプレックスだろうからね、ディスっちゃダメなんですよね。ガッタガッタですよ、もう歯が。夜だからそんなね、ガッタガッタって言えないじゃん。だからね、なんだ、おそ松さんってやつか。うざい。ルカだよ、ハッシュマンネーズ。まあ、かわいいとは思いますけど、ここ音なしで聞いた方がいいな。ダイナミックに壁紙、ナルトラ線が。下ネタ一生パリピ、カラオケ何この曲。また出ましたね、胸部アピ女性。なんかそういうの増えすぎなんだよな。これもこれなんか、まあね、お蔵入りになった動画でも言ったんすけど、そういうの増えすぎた。いや、いいとは思うんすよ。いいと思うけど、フェイスがね、ビビッとくるようなもんではないんで、出されたところで、数字狙いに行ってんだな、みたいな。でもなんか全員がワンパターンでつまらないよね。はっきり言って。何の音源やってんのかも聞きたくもないからさ、音源なんて。まず音源を出したらさ、下手したら著作権でしょっぴかれるかもしれないじゃん。だからやらないっていうね、っていう言い訳。下ネタ好きな子、ハートをして、やったことある人。まあ、あれですよね。まあ、G 行為っていうやつでしょうかね。それでね。ね、何がやったことある人も、爆笑。うーだよ。いや、こんな、うーって顔してないですけど。まあ、悲しい動画ですね。なんかちょっとこうやって動かすよね。何なんでしょうかね。こう、じゃあ、ここの今の、この動かしてる動きをちょっとね、ボケで考えてみましょう。いや、何々かってね。なんだろうな、動くってことは、まあ、筋肉が衰弱してるっていうことで、これ病気の話になっちゃうね。そういうのはね、やっぱデリケート、センシティブな話題なんで、センシティブ
まあ、デリケートでいいですよね、うん、まあ、デリなケートのののののっていうのは話題なんで、ね、ダメですね。どうぞ。君とやりたいっていう、殺すっていう字でね、やりたいって何なんですかね。嫌ですよ、殺されたくない。僕はこれからもね、生きていくうちでやりたいことがいっぱいあるんだと。なのにね、殺し合いなんて悲しいですよね。なんかスノーみたいのつけてね、でこうやってね、グググで、あ、バンサビアン隊でこう殴ってくるってね、不快ですね。あ、やっぱダメだな、ダメだ、ダメだ。ブスが増えましたね、なんか。もうマジで TikTok ブスはやんないでほしいよね。いや、俺がブスっていうのはおかしいけど、ちょっと見てて悲しくなったんでやめました。まあね、一言言うなら TikTok は悲しいですね。エモいですよ TikTok は。哀愁漂いすぎで、哀愁プンプンですよ。プン哀愁プンですよ。プンプン哀愁プンプンですよ。ね、バイク川崎バイク、これね、ブンブンってくらいもう哀愁ですよ。いやー、エモいな TikTok は。ラララララララ言葉バーニングできないって感じですね。言葉にできない。できてんだけどな、エモいっていうのでな。エモいも一応言葉ですので。なんか義務的にやってる人みたいになっちゃってね。まあね、 TikTok をねツッコミするのはやっぱ楽しいです、うん、でもなんかね、やっぱ TikTok ツッコむとき、まあ初歩の初歩なんですけど、あのツッコみやすい画像さ、あの映像探してこなきゃいけないっていう、そういうことで、それ練らなきゃいけないってことを考えたときに、僕は、ね、一発本番でね、その子が誰にも見せないでやってるっていうね、もう虚無ですよ、こんな動画やってること。 TikToker より、いや TikToker よりはひどくないな。うん、まあ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 ね、まあ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 レードボーイ、なんかね、話と話の間に挟む映像みたいなノリで、まあまあレードボーイっていうね音を発しましたが、まあなんつうんだろうな、やばい。そう、俺も髪型やばいな。なんかたけしさん、あ、違う、たかしさんにみたいになっちゃってる。うわー、初歩的な、なんかボケやっちゃったじゃん。お願いします、海賊団の生放送にたけしさんって言ってくるような、なんかもう何回も使い古されてるようなボケを言ってくるやつになっちゃったじゃん。まさに地獄を体現したようなボケになっちゃったじゃん。ヘルボケになっちゃったじゃん。ヘルボケは違うな。あれな、まあまあね、 TikTok はねどんどんやばくなってくる。なんかね、おすすめもなんかいい人いないし、いや、おすすめもなんかね、まあエロで釣るのが多くなりましたね。まあもともとなんかね、まあ面白い TikToker、 まあ TikToker って言葉自体がどうなのかとは思いますが、まあなんか、まあ、下を見ても上も見てもって感じですかね。まあ YouTuber もみたいな感じになりますけど、もうほんとたけしさん、いやもういいか、たけしさんで、まあたかしさんかな、たけしさんだな。気持ち悪い髪が、ほんとたけしさんのね、今ね、ほんわか喋りすぎちゃって、たけしさんって、たけしさん、たけしさんって、いやそれは違うね、ハイサイタンデータイので、ハンさんを、あ、やばいな、これ。ろれつが回らなくなったってことは、糖尿病かな。
どん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 
I did like the motor boogie, it blast on stone cam like wa 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 wa. Detroit motor boogie, it da 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 cam like wa 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 You got the send the banana, banana,今の動作は何かと言いますと、ほにゃららら、ほにゃほにゃほにゃらら。正解は CM の後で。驚きの回答、CM の後で。奥さん、事件です。ってね。はい、もうね、眠いのかな、何なんだろうな。無理やり起きてるみたいな感じかな。ほぼずっと音楽聴いてて、さっきね。で、音楽多分ね、一巡しちゃったっていうな、プッチップ、プッチシップみたいな、プッチシップって言っちゃったじゃん。まあプッチシップってなんだろうな、プッチのシップってことは、まあちっちゃい船だろうね、小さな豪華客船っていうね、超小人族が住まうプッチシップっていうね。うん、まあね、あーすごく暗い人になっちゃってな。夜だからなんですよね。うん、夜はやっぱね、声出しちゃいけないと。うん、で、親にもね、今日ちゃん壁薄いんでね、レオパルスかってくらいね、レオパレスか、パルスってなんだろう。電磁パルス攻撃ね、不良少年がやりそうなギャグですね。パチンって言ってんだよな。これ絶対もう、あれだ、あれ、ラップ現象だ。うん、サランラップ大好き。うん、これも不良少年がやりそうだよね。不良少年すごいよな。だって不良少年ほど、あそこまで、なんつったやってる内容を確立できてる YouTuber いないからね、絶対伸びますからね、不良少年。もう伸びてるし、5000人でね。すごすぎですよ。うん。面白いしね。まあ俺にはかなわないけどっていう、俺はこういうキャラで言っていくんでね。面白ナルシストキャラで言っていくので、よろしくお願い。不良終了って。まあいつか来ますから、不良は終了。不良少女。少年、うん、元暴走族と沖縄不良少年。はい、チャンネル登録者5000。あ、音が出ちゃった。 YouTuber の顔で勝手に神経衰弱。神経衰弱って何なん、なんで神経衰弱なんだろうね。なんかイントネーションちょっとおかしいかな、神経衰弱って。面白いよね。まあ、一応入れたけど。いや面白いよね、不良少年ね。不良少年って俺音楽グループかと思ったらね、あの音楽。いいデザインだな。wix.com 、うん、元紫ラム、紫サラム。音楽活動っていうのはね、カミングスーンなのか、まあやるかもしれないよとね。東のこと椎名武蔵、東のことさんは、2001年6月2日も8日前かあの、これボケじゃないんでね。すいませんね。東くんさん。うん。キーンって耳鳴りが鳴りましたね。あー、17歳。2時間前にね。あー、僕の1個上なのか。
まあ、今現在は僕の2個上ですけども、だから僕の2個上と言った方がいいですよね。まあ、終わってんな、レイターズ。なんかすごい再生5万とかになってんな。でもね、ぶっちゃけ俺より終わってないですからね、レイターズさんって。俺今166人じゃないですか。まあ70万割る、今の俺の再生回数、じゃあ一番高いのではなく、まあ今のところね、最近の直近で一番低い動画とやってみましょう。さすがにひどいんでね。Twitter、まあ4かな。昔の動画見れば3だけどね。4にしときますよ。うん。自分に情けをかけてね。いや、そういう時はかけちゃダメなんだよ。まあ、割る4でね、まあ 41.5 ですね。70割る41.5 ってやるとね、あの、16,867 回なんで、ぶっちゃけレイターズの方がすごいんですよね。うん。レイターズの方がすごいんですよ。まあ、これ9回だったら、まあ、どうなるのかって話ですけど、知らんがな、そんな。この企画であなたの人生は変わります。ああ、なんか、売名グランプリみたいなもんなのかな。まあいいかな。いや、さすがにね。今は僕はゆっくりとやりたいでーカシャカシャみたいなことをやってもいいですけど。俺、レイターズバリクソディズってますしね。今なんて興味ないですから。いいかな、さすがにね。うん。そこまでしてね。まあ、レイターズなんでね。レイターズ好きじゃないんで。企画面白くない。面白くない人たちなのかなって俺は思ってるから、うん。ダラダラ雑談だな。まあいいか、うん。中身がなくても。最近やっぱね、都市伝説やってるね。俺、都市伝説やっぱね、あの、馬面ビデオっていうのは都市伝説を見に行くわけじゃないんですよ、あれは。あの、もう掛け合いを見に行くんですよ。で、それをなんか自然とトークとしてはちょっとね、トークだとね、ちょっと、肩に力入っちゃうのを都市伝説としてやることによって面白くできるっていう。で、外ロケはやっぱ面白くできないから、アクシデントもありものなんで、ありものってあるのでっていうね。まあ、ありものでいいと思うけど、うん。だから都市伝説ポッとかなんかやばいね、本当に。言語障害だな。ん？発声障害か。やばいね、うん。まあ語彙力もやばいですけども。だから、馬面ビデオね、都市伝説として見に行くのはダメだと。まあ、頼人さんが言ってたじゃん。パクリ野郎だとか言ってね。もう、頼人さん好きじゃないんですよ。まあ、成瀬さんとね、ちょっと距離を置きたいなって思ったのも、あの人の頼人さん好きでしょ。俺、あんま好きじゃなくてね、なんかもういいかなって思っちゃって。やっぱね、タイトルとサムネが一向に変わらないんですよ。人の悪口ばっか言って。まあ、パオパオチャンネルの件でもそうですし。俺は何とも思わないですよ、頼人さんの感じ。でもね、タイトルとサムネがね、もったいないなって思う。だからもう、俺用にタイトルとサムネ作ってほしい。ファン用にじゃないけど、なんか東海オンエアってね、いい具合の誇張なんですよ。怒れない誇張っていうかね。ずるいよね。うまいとこやってるっていうか、怒れる誇張じゃないし、結構シンプルに書いちゃってるから、怒れないからね、クソがってね。でも、頼人さんバリバリ言えちゃうもんね。あんな悪口言ってね、ブスとか言ってね。まあ俺もさっきも散々 TikTok ブスブス言ってましたけど、なんでブスブス言うのか分かんないけどね。まあ顔はやべえなとは思いましたけどね。まあまあ最後ら辺でなんかね、顔はいい人、いい、まあ今までよりは見た中ではいい人っていうのがいたんで、よかったとは思いますけども、そういい人いたんでって言ってもね、何もいいねしてないんで意味ないですけど。
なんつうんだろうな。何でしたっけ、まあ、タイトルとサムネイルとかなんかね、まあ、レイターズダメですよね、これ都市伝説とか言ってね、なんかもうキショイよね、やってること、うん、俺みたいにキショイ。不良少年面白いよな。キショいやつにはならないように、まあ顔がもうキショいんでね、やってることがキショくなったらもう地獄ですから。あー眠いな、お眠なんですよ僕。ルールル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 、わつんだのわーおんさのむのはわいめどるのならぬのすぶんどーあわちょじゃとくたんどこのルーリリルルルリリルリルリルルルルリツッティリッティリッティリリッティドーローララ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 ラ、そうだスノーでね自撮りを顔にフィルターかけてみる、ちょっとどれだけなんかあの不快になるのか。何がニュースタイルじゃボケ、ね、これ自分のぴったりのスタイルって、なんかあ面白い面白い面白い、これあここが俺が基準点でブーンなんだ、これで普通か、ちょっとか動きうわすごいグレイやん顔がね、なんかおかしいな。あ、光の当て具合なんか。なんかね、すげえ鉄靴でプシューンってやられたみたいになってる。こうなってね、ここの周りだけが、その明かりがピチーンってなってね、顔が小さい光景になってるんですよ。ちょっと面白いんないかな。これ面白いな、スノーってな。気持ち悪いな。あ、違う。うわ、キモ。宇宙人じゃん。なただでさえ宇宙人みたいな顔してんのに、うん、外来種は黙っときな、ちゃうねんボケ、フィルターかけたらフィルターを解除できなくなった、うん、まあ、下界に触れようのコーナーですね、これどうやって、あこっちの下打ち、あのなんかうーんなんだろうな、もうなんつったフィルターが欲しいよね。定番みたいなのないのかな。BTS。あ、これダメだな。これ BTS ってなんだ。何丁目面白い。なんかね、頭こうなでなでしてるのに、ただ空間をなでなでしてる人になっちゃってるっていうね。面白いでございます。何がだこれ。あ、これやばいな。やばいな。ちょっと不快だな、普通に。見たくないものを見ないためにプシッて、フジトラみたいなことし、もうフジトラみたいにもう目切っちゃうくらい深い、やばい、見たくねえもんを見ねえためにっていう、まあ、それくらいやばいね。なんだこれは、なんか気持ち悪いんだ、なんかあのこういう顔してる円盤みたいになってる、もっと小さくなれアホ、あこうホットじゃないな、ニューっていうのでもないか、マイでもないな、扱ったやつか、マンジチンコ、マンジってなんだ、おいこれか、なんか、ね、それなんてない、あ、顔のなんか、もうこれ下振るくれでいいや、ヒーンラララララ押してきれい、舌もね、大トロみたいに綺麗になってる、あ、来た
下ごけもね、スノーによっちゃね、もう大トロみたいにね、油になりますから。いいですね。あれなんだっけな、顔のスタンプでなんか、あの、ザ王道みたいなのどこにあんの？あれ、王道どこあんの？王道を、万事、万事、人口、For the lonely love。 まずあれ、これわかんないんでね。かまちゃん。なんでだよ。世田谷ベース。絶対にスノーを使いながら言わないこと言ってやった。絶対スノーを使ってる人がなんだ。うなんかね、小じきみたいなやつが顔の後ろに乗ってるみたいな。あ、なんか目の下がこけてんね。なんかうんちブリブリー。なんかなんだこれ、変なの。ハローセクリチュー、アナウンサーの箱こんばんにちはって言ってるだけですからね、俺。あれなんか王道スタンプがないな。なんこれカラコンにーみみみみんあ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 美脚っていうね。なんか美脚ってどうなのかな。こう、これ足になるかな。美脚だぞ。美脚、これ美脚になるかな。もうやめます。もうなんかね、見つかんなかった。人生諦めも漢字ですよ。漢字、漢字、諦めって漢字って書くじゃん。は、うん、あ、諦めっていう漢字もありますからね。それあるだろうな。ないものもあるだろうけど。チェリーをラバーソー、おチェリーをラバーソー、おチェリービンドバンドパン、アイホーザローリング、ロすごいな。すごいな。なんかおっさんなってんなか。まあまあね、特にやることないな。まあマラカス買ったんだよ、見せないけど。うるさいからさ、マラカスすごいんだよ。ノイズキャンセリングヘッドホンを貫通してくるからね。うん、音がやべえよ。ノイズじゃないって思ってるんだよな。綺麗な音って思ってるから多分貫通 しちゃうんだよね。ノイズだなってものはこうやってやるんだけど、ああいいマラカスの音って、多分このね、ヘッドホンがマラカスの音好きなんですよ。やっぱあるんだよな、やっぱ物にも魂あんだよ。だから私ヘッドホンがなんですけど、マラカスの音好きなんですよってヘッドホン買っちゃった。くそ、工場でそういうのを、そう、もう全ての楽器に恨みがあるくらいで、なんかね、プログラムしてほしいよね、本当に。でもね、心はね、塗り替えられませんから。これ参ったわい。バイ使ってみなかった、バイ始ま。白でね、あのね、見えねえんだよな。見えねえんだよ。何が見えないかって、まあ、このね、何ていうんだよな、これ。あの時間だ、今撮った時間33分。最近長すぎだな、俺動画撮んの。
だってね、一応この前の動画、この1本前の動画ね、50分ですからね。最近動画長すぎですね。だるだるやりすぎだな。うん、まあいいですよ、それもまた。一興ということでね。うん、一興なのかもよくわかんないけど。日本語難しい。喋ることないけどね。まあ、これが俺のやりたいことだってね、割り切ります。川口人人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 人川口人さんね、あれだね、裏垢が凍結しちゃったね。恋は永遠で、これ俺恋は永遠かと思ったんだけど、恋は永遠なんだね。恋っていうあの恋愛の恋の方、ニヒル、これ怪しいな。恋は永遠と、あ、アンダーバーが一つ多いんだ。じゃあ偽物だな。あ、へい出た。叶わない恋もある、諦めてしまえ。明日なんて。ドン・キホーテ三丁パンサー老子なんて。アンドレ・ふるさと遠く天国生まれ、変な名前を呼んで呼び合ってみよう、笑えて泣ける名前。どんどんきほほてさんさんちょうちょうパンパン、うん、ささろろししああななんて。あーどんではね、ツバが出たところで終わりませんけどね。やったぜって思ってる人いないんですよね。でも意外にそのあの動画見てくれた人いるね。あの始ま革命、まあ、誰もコメントしてくれないけど、多分成瀬さんの関連の人が減ったってことにしとこうかな。今まで全然減らなかったから多分減ったんだな、それで。まあね、成瀬さんが悪いわけじゃないけど、単純にね、自分の世界に専念したいっていうか、そういうことですよ。まあ自分には自分のチャンネルがありますから、そこで絶対数、絶対数っていう言葉はね難しいし意味もないから使えませんけど、何人かいるわけですよ。まあ、何十人かいるかもしれませんけど、僕の動画を待ってくれてる人がいると。その人のためのね、に動画を上げると言いたいところでしたが、単純に、俺の、ワールドが、ね、爆裂するように、これからも孤独を貫きますっていう。まあね、友達ができたら、まあね、やるかもしれない。でも多分できない。まあね、人気にならないと友達はできない。もうこのあくびね、でかすぎていつか顎外れるよって言ったら、多分この2回目以内に顎は外れる。ああ、よだれうめえ。美女のよだれ飲んでる人みたいなね、感想をね、醸し出してるっていうか、ね、炸裂させていますけども。そんなに面白くない変顔、そんなに面白くない変顔したからといって、お前が面白いわけにはならないし、つまらないとなることもない。そこにあるのは虚無、虚無があるというのはおかしいから、それは虚無。あー、ということで、ね、眠いな。はあ、これあざしたディザスター、バイバーイ。